えーえー、こんにちは、こんばんは。農家とのお返事でお送りしています、1分間に1泊。今日もジョネツカサチャンネルのニュースのトロガオから、はい、えーえー、ジョネさん、えー、この、えー、ロシアカウントだ、ウクライナ軍東部戦線の絶望的状況を押し返す、えー、このロシア軍の弾薬庫で大爆発、えー、北朝鮮から,からの弾道ミサイル、ミサイル。 虎の子弾薬を大,大量喪失この戦線への影響はということでこの一部囲まれたからニューヨークですねまあそういうウクライナにもニューヨークという地名小さな村がまあウクライナ軍が奪取したということでいろいろとこの ウクライナ、うん、頑張ってますね。クルクスでもこのいろいろと他のチャンネルでも、えー、まあ,あこのまあ占領をほぼ維持するそのロシアに対する圧力ということで、えー、このまだ3 0に取り囲まれたテムズガウかなテムズガウかなあれちょっと <laughs> すいません。えー 政務かかね、ちょっと名前を忘れましたけど、えー、これがこの特に僕団インウクライナさんのではこのロシアから、まあ、毒ですねなんかこう猛毒を毒を盛り込んで、えー、まあこれは答えからしているこの水攻めですね、えー、そういう白を落とすときに白、えー、のこの 水を落とすっていうのが昔からのあれですけどロシアはもう汚い手であの手この手ですねそういう完全にダムを破壊してみたり国際国際この条約もうどころじゃないですねもう何でもかんでもありですねロシアそのことで逆にそういう KGB の組織 f b s, 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 s b r かな、ちょっとあれですね、完全に覚えきれませんけど、そういうロシアのこの,この保安機、えー、情報機関の大量の文書が、えー、もう焼却し、えー、クルクスですね、焼却されずに、えー、このウクライナの手に渡ったということで、完全にこの解明中か、この公にされつつありますね、いろいろこの YouTube や、この、 テレグラムに、えー、から出てきますね。いろいろなこの,、えー、の,の FBR かな、えー。流れですね。ソ連の KGB の流れですね。えー、SSB かな。ちょっと略があれですね、えー。完全にあれですね。もう覚える必要ありますね。そんな感じで。 ク,リック,スクパンスク、このロ,ロ,ロシアは6万人ほどこのクリックス砲にしてますけど、連動ですね。連動数だけ集めて、このウクライナ軍も,もうこれを公平部隊ですかね。を送って、まあ、長期に維持してこのロシアに圧力をかけるという感じですね、この精鋭が逆にウクライナ軍もまあ精鋭を抜いて東部ですね。まあ まあこのドネツクうこのまたあ私個人的なあれにしてはあれですねクリミア半島奪還ですね近藤さんとか他のシンでもしてますけど一気になかなかこの前にいかないですねこのアーム,アーム,ス,タラームスタイン会議でこのえ本当にアメリカがなぜこのどうしろと考えてなぜこの兵器のこの 制限を縛るのか。逆にロシアの,この制空権を、うん、アメリカがしてる中、まあうこのバルト三国のどこかなリトビアかどっかの外相が言ったのと同じですね完全に制空権をロシアに与えてるですねもうそういうことで。えー 本当にもうロシアはもうやりたい放題打ちっぱなし放題ですよね逆に、えー、ウクライナはなかなかこのもうドローンしかですね、えー、まあそういうことでドローンがそのだいぶん頑張っていますけど、えー、自前だけでは厳しいですよねそういうことで西側からしっかり、えー、ボグダンさんももう各国がこの10億ドルを切ったということで、えー、もうもう開けていましたけど、えー、なかなかこのウクライナ戦争ですね,、えーこのえーとね ロー,マえー、ローマ時代のこの遣唐使の戦いの、えー、グラジュエーションなんかな映画に例えてこの遣唐使の戦いにたたえ叩いて今見せ物ですけど完全にロシアとウクライナのこのどっちも今勝たせない情報条件になっているということでボ、えー、僕ダンさんがその、えー、まあコメントしてましたけどウクライナの使命、えー、の立場からして,して。 えどっちも一方的に勝たせないという今の状況ですね。なぜ本当にアメリカがこの,このクリクスに侵攻しても領土を取ってもロシアプーチンは核兵器を使ってないのにい、えー、まだなんでバイデンが長距離を,これを特にロシアを本当に追い出すのにしないか理解できませんけど。 現実の,この社会、まあ、そういうことで、えー、なかなかこの戦線ですねいろいろな客観的な目ですねそういうことを、まあ、いろいろな視点がありますけど、えー、このウクライナ軍もこの、えー、北朝鮮の,この弾道ミサイルですね、えー、日本の,の安全保障、東本の安全保障とも関係しますけど、えー、この北朝鮮の,この弾道ミサイルの走行を この爆破してみたり、えーえー、この他の、えー、とねつくですね、大きな市,市があるというころで、爆ムット。 はまセブレスクもしましたけどこの東部ドネツク州にありますかね大都市のドネツク市ですかねなかなかウクライナ軍も今までこの手をつけてなかったということですけどなかなかそこにえ戦争の戦車とかいろいろなこの装備品ですね大都市かなドネツクってありますよねえなかなかそういう人口も多いかな何十万人いるかどうかちょっと詳しくは知りませんけどえこれも。 えー、ドネツクのこのドネツク州かな、ルハンスク州、ドネツク州、そうですね、えー、マツハポロイ州、ヘルソン州といろいろ、えー、私もウクライナの地名には疎いものですけど、えー、クリミア半島ですね、はい、こんな感じで、えー、頑張っています。えー、ロシアもこの、えーえー、攻撃限界って、えー がまだまだだいろいろな専門家、アイスだいぶ言ってますけど、ウ、えー、クライナル軍も、まあ、厳しい、えー、徐々に立て直して、えー、もう押されましたですね、だいぶこのこ、えー、こののまあこの2年間ですけど、セブロンデネスク、そしてこのバクムト、おそしてアウデディカですね、えー、このチャシアールとトネスクのアウディ、バクムトの方はチャシアールかな。えー そして、アウディディカの方がお茶に入ってですね、西側、マリンカ、アントニー・マリンカ、そういう、えー、反転構成を前回行かなかったですね、オリヒュークのロボテニカな、もう最近、えー、なかなか、えー、シンボー研究サンドさんのこの、は一日、本当に細かくアップし,してましたけど、完全に出したい気味ですけど、はい、こんな感じで。 えー、情熱かさちゃんねのニュースのトラ顔からー、えー、長くなりましたけど、えー、このロシアカウントダウ、えー、クライナ軍東部戦線の絶,、えー、絶望的状況を押し返す、えー、ロシア軍の、うん、弾薬庫で大爆発北朝鮮からの弾道ミサイルたトラの弾薬を大量喪失。 戦線への影響はということで、ウ、えー、クライ、うん、頑張ってほしいですね、このえー、プーチンが2014年のクリミア併合か始めたこの武力による力による現状変更、ドンバスの部分戦争、今回の全面戦争、絶対にこのプーチンの、うん、ロシアによる痴による武力による現状変更を許すべきものじゃないですね。 チえー、ロシアを、えー、ウクナエカ追い出してウクライナに、えー、平和ですね、ウクライナに栄光あれですね、えー。引き続き常年つくさチャンネルのニューストロガーをウォッチングしていきたいと思います。マサートです。えー、マサートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。えー、次回のお1分間予約でお会いいたしましょう。マサートした。仕上げですパッションブルズ、シャロム、シャロム、シャロム。